マダムと女房は1931年公開の日本映画である。五所平之助監督、松竹蒲田撮影所制作、日本初の本格的トーキー映画である。1927年にアメリカ合衆国で長編トーキー映画、ジャズシンガーが公開されるなど、トーキーの技術開発が各国で盛んとなる中、日本の映画会社も研究を開始した。 大阪松竹座の学士から音響技術者に転身した土橋武雄、土橋春雄兄弟が1931年にサウンドトラック方式による土橋式松竹ホーンの開発に成功。これを受け国産陶器の導入に熱心だった松竹、鎌田撮影所長の木戸志郎は本作の制作を決めた。それまでに藤原義恵の故郷など一部シーン上映の際に レコードを再生する方式によるパートトーキー作品は複数公開されていたが本作は土橋式の導入により全編にわたって音声の流れる日本初の本格的トーキー映画となった1931年度のキネマ旬報ベスト10で第1位にランクインされた劇作家の芝の新作は上演料500円の大仕事を受け静かな環境で集中して 台本を書くため、郊外の住宅地で借家を探し歩いていた。そのうち新作は、路上で射精をしていたがカッといい争いになり、それを戦闘帰りのマダムが仲裁する。妻、絹代や二人の子供と共に新居に越してきた新作だったが、仕事に取り掛かろうとするたびに、野良猫の鳴き声や薬売りなどに邪魔をされ、何日も仕事がはかどらない。ある日、 林家でパーティーが開かれ、ジャズの演奏が始まった。新作はたまらず、林家に乗り込むが、応対したのは、かつてのマダムだった。マダムは自身がジャズバンドの歌手であることを明かし、音楽家仲間を紹介した。新作は言われるままに林家に上がり、酒を勧められ、共に歌った。その頃、キヌヨは窓越しに、林家の様子を見ていた。キヌヨは、 ブロードウェイメロディを口ずさみながら上機嫌で帰宅した新作を叱りつけ、嫉妬心からミシンの音を立て始め、果てには洋服を買ってちょうだいとねだる。新作はそんな絹代に取り合おうとせず、上演料500円。不言実行と告げて机に向かう。数日後、芝野家は百貨店から自宅へ戻る道を歩いていた。住宅の新築工事や、 空を飛ぶ飛行機を眺めながら談笑し、一家は、ささやかな幸福を噛みしめた。そのうち、マダムタクから、私の青空のメロディが流れ、一家は口ずさみながら、家路につくのだった。2013年2月11日に、NHKBS プレミアムで、山田洋二監督が選んだ、日本の名作100本の1本として放送された。ありがとうございます。